ホラは朝鮮の市街地に置かれる行政区画の一つ。日本の町に相当する。日本統治下では、府にホラが置かれた。ただし、日本人居住地は町と称した。1930年代後半には、ホラの町への解消も行われた。大韓民国のホラには、法廷道と行政道の2種類が重複的に存在する。日本語の町名に相当する。 町が付加されることもある。法定道は住所を示すものである。不動産登記などに用いる正式な地名であり、区域の変更には大統領令や法律による手続きが必要となる。郵便番号は原則として法定道が基準となっている。行政道は市区の会に置かれる行政区画である。行政運営道とも呼ばれる。行政道には ホラ住民センターが置かれ、地域住民に行政サービスを行っている。また、地域住民の自治活動の拠点として、住民自治センターが置かれる。管轄地域の変更は、市区の条例によって行われるため、改変はしばしば行われる。行政道と法定道が一致することもあるが、複数の強小な法定道を一つの行政道がまとめて管轄したり、広い法廷道を 複数の行政道に分割したりすることもある。古くからの都市の中心部では、前社、新たに開発された郊外では、後者の事例が多い。例えば、ソウル旧市街の中心にある小6では、インサドンなど28個もの法廷道を管轄する行政道として、小61.23.24街道が置かれている。一方で郊外に位置する漢岳区の新早市道は、十四。 の行政道に分割されている。独立後、日本式の行政区域である町は、ホラに統一され、また、日本に由来する名称は原則として廃止された。韓国では長らく末端の行政区画が、軍部では里、支部では、ホラと区別され、有の死への昇格や有面の死への編入によって、里がホラに解消されてきた。しかし、百九十四年の 地方自治法改正により、津の複合形大使では一つの市の中に、ホラと里が共に存在するようになった。朝鮮民主主義人民共和国のホラは、市街地に置かれる行政区画の一つ。市、もしくは市を細分化した区域の下に置かれる。日本語の、町内に相当する、トンネ、あるいは、という言葉がある。ありがとうございます。